トッポギ君スパチャーゲット、ムドリクの元監督で恩師であるデゼルビがムドリクを、いずれ彼はバロンドル取るだろうと言っていたから140億の価値あるのかもしれない。お、デゼルビ太鼓判はすごいですね。そのデゼルビが今率いてるのがね、ムドリクにするか三笘にするかって言われてる三笘っていうね。ムドリクに関してはね、左のインサイドハーフ兼トップしたと。でもあれになると守備でダブルボランチ化するからね。アセンシオもないかぶり。アセンシオこそね、ジャカのところに使われそうだけどね。フィジカル的に強いからね。で、アセンシオもあの腕ボールと一緒で、やることはっきりさせてもらった方がいいタイプだからね。意外にアセンシオアセナルあるかもね。コンパニーの太鼓判は不安しかないけど、デゼビリの太鼓判は信頼しかない。ジャカインサイドハーフよりツーブラの方がいい。実はそれ両方やってるんですね。可変のね、システムというかそういう考え方ではなかなかね、90分見てないと、どうしても浸透してないから、ね、日本に。日本というかね、サッカー界にというか、ツートップかワントップしたらどっちがいいんですかって、いや、それどっちもなってるよっていうチームでよくありますもん。